4枚つなげました。こんな感じ で今回はね4枚だけでつなごうと思います。このパターンねすごい可愛いのでね、いっぱい増やされても絶対可愛いなと思います。で、並べ方なんですけど、4枚だからこその並べ方にしたいなと思ってます。いろいろあるんですね。こう同じ方向にお花を向けるとか、こんな形でね回転させたりする方法もあるんですけれども、私はこうして鉢の中のチューリップの寄せ植えみたいな形でね、こんな感じでここ四角く浮き上がってきますけれども、こんな感じでつなぎ合わせたいなと思ってます。がどうお分かりでしょうか。ここ生地足りなかったので変わってます。これとこれ違います。リボンの柄でね、これはこれで可愛いんですけどね、ちょっとね違いが出すぎたなと思ったんですけども、このきなりのトーンで一番合ってたのがこれだからちょっと変えました。こんな感じで、ではこことここつなげていきたいなって思います。何回か確認してね、変な方向につないでないか、こう合ってるなっていう感じで、そしたらこういう風にして合わせて、まあ声出す時と出さない時があって、出さない時は大概YouTube 見てます。他のね方の YouTube 見てね、で聞きながらやってるのでね、声全部消してるで、声を全部消してます。では最初この縫い針ですね、糸のこの糸がかかった縫い針で待ち針代わりに留めます。こっから縫い始めるので待ち針を刺してもまたすぐ抜くからもったいないから、こういうふうにして最初は縫い針で返し縫いをしてここで留めておきます。ここで留めておいて、ここまでの長さなので、私のやり方ですけれども、これが正しいというわけではなく、私のやり方は最後留めます。きっちりとね縫い線に合わせて留めます。留めて、そしてここに戻ります。ここですね、ここでめくって、でちゃんと端と端を合うようにして留めます。こことねアイロンがかかってるから、めくってしっかりと端待ち針を出してきて留めます。次ここですね、ピンコンピンコン、うるさいね、なんかアプリが言ってます。で次ここ、こうしてアイロンのところをめくってで、しっかりとこの端を出して、最後ね縫い線の最後と、こちらも縫い線の最後をきっちりと鉛筆でつけた印のところに待ち針を留めます。そして私は横着なので待ち針を刺さずにこう裏を見ながら縫っていきますが、正しくはこの中間ぐらいに待ち針で留めておきます。ここもきっちりと端は端をこうピンと張って伸ばして、中心あたりに待ち針を刺します。引っ張ります。こうしてね引っ張ってから合わせて中心に待ち針を刺します。で全体に刺せたらここから縫っていきます。これね、ずーっと大きいものでずっと連なってたとしたら、その場合はこの3ピースぐらいでやります。ずーっと端まで待ち針を留めると、縫ってる間に待ち針が外れちゃうということがあるのでちょっと危ないから、長いものをつなぐ場合は15センチとか20センチ間隔で待ち針を留めて縫って、でまた留めるというふうに繰り返される方が安全かなって思います。で縫っていきます。半分まで来たら待ち針を外して糸を引いて、で縫います。指抜きに当ててます。これまたね四角つなぎのところでも説明しているので、こちらもご覧ください。こうして、ね、縫ってね、時々ねこういう風にして丸まってしまうので、こういう場合はもう丁寧にほどいて、でちょうどこの辺りからね、一目すくう部分だけここの間隔を空けて縫い進めて、ここで一針
すくいます。で、こういう縫い合わせの手前は必ず返し針、返し縫い、返し針します。そして 1,2,3,4,5,5 枚ぐらい重なっているので、1個ずつ縫い代をこう倒しながら、重なっているところですね、ここを一周ぐるっと針を渡します。一周回ったらちょっと ちょっと糸をピッピッと引いて引き締めます。そしたらこの端ですね、ここを今から縫いたいので、めくってまたもう一回ここ角と角を合わせて針を出して、ここでまた返し縫いをします。こんな感じでね、たくさん重なってる時はこういう風にして縫うと綺麗に重なります。今日はちゃんとご説明したいのに全然ロレスが回りません。だからそんな日もあって、滑舌がもともと悪いから日によってね、喋れる日と喋れない日があります。今日はもう全然喋れない、でもちゃんと説明したいなと思って説明してますけれども、こうして4枚だけ重なってる時は先ほどみたいに回さずに、ここまで縫って返し縫いをしたらこっちに針を渡して、私動画内でいろんなやり方をご説明していますが、一番簡単のはこう隣にこう針を渡してギュッギュッと引いて、でこれとこれをこういう風にして反対側にね、縫い代を倒してしっかりとこの角を確認して、こっちの角とこっちの角に針を出してきて返し縫いをします。ここさえきっちりと縫ってきっちりと引き締めてたら、すごく縫い合わせは綺麗に出来上がります。こんな感じでね、たくさんの布が重なっているところの縫い代はこういう風にして閉じ合わせていきます。今日はこんな感じで縫っていきたいなと思います。はい、いきました。では次ね、こことここも同じようにしてつなぎ合わせていきます。今ね、ここが重なりがすごくずれてたので、もう一度縫い直そうかなと思ってほどきました。ずれてるところをお見せしたらよかったんですけどね、ここのね角がずれてたのでほどきました。気になったからね。で、そういう時のやり直し方なんですけども、ここほどいてこういう風にして縫えてません。でも全部やり直さなくてもいいなと思う時は、こうして糸がもうここで切れてるんですね。で、ここから縫い直したい、少しここをダブらせて縫うんですけども、このまま縫い始めるとここからほどけてくるという、そういうことを避けるためにこの糸の上を縫います。っていうか糸を縫います。糸ごと糸の真ん中に針を刺して縫ってしまいます。で、ここもまだ糸があるのでこの上を縫います。こんな感じで、で出てる糸を縫う、糸を縫うことによってここから避けてくることが避けられます。こんな感じでね、途中から縫い直す場合の縫い方です。糸を縫います。そしてここまでほどいてるので、こちら側も同じように、ちょっと分かりにくいですけども、この糸を縫います。先ほど縫ってきた糸の上から針を刺して糸を縫い付けるとほどけてこないので、こういうやり方でやり直しをします。今度は綺麗に閉じ合わされました。先ほどねちょっとね1ミリぐらいずれてたんですね。なのでやり直しました。では続きつないでいきます。
はい、ではボーダーを作っていきたいなと思います。ボーダー何色にしようかなと思って考えながら繋いでたんですけれども、そうや紫色にしようと思ってひらめいて、探してました。そしたらいい感じの生地があったので、これでいこうかなと思います。角をね、こういう風にしてね、こんな風にして V の字にカットして、そしてメインはこの生地にしたいと思います。ではこのサイドの部分4枚できました。もうこれはミシンで縫っちゃいました。8センチに7ミリずつの縫い代をつけたボーダー布を用意します。そして一番最初はこちらつけずにこの布だけで縫います。ではこう置いて7ミリの線を引っ張ってるので、こちらを向けてこの縫い代の部分を手前に向けて縫っていきます。はい、完成しました。こんな感じで、ちょっとカメラがアングル広げたので外野が入ってますが、ちょっと無視していただいて、でこれね、本当はね、この周囲もう少し大きいんですよね。これが完成図なんですけども、ちょっと周囲広すぎたなと思います。やっぱりね、あのチューリップがメインなので、これだけボーダー広げてこの紫のインパクトに負けてしまってるから、5センチぐらいのボーダーに後から調整しようかなと思ってます。それでサイズがちょうどね、横30センチ、縦も30センチの正方形です。ここ中心空きすぎてる感があって、ここ何かね入れようかなと思ったんですけれども、ちょっとそのドレスデンの可愛いのとか入れたらどうかなとか思ったんですけども、絶対これドレスデン入れたら負けちゃうんですよね。やはりチューリップ、ここをメインにしてあげたいので、ここの中心は、ケルトラインで入れるか刺繍で入れるか、また後ほど考えたいなと思います。なのでこの動画はこのチューリップの4枚のミニタペストリーとして、これで完成しようかなと思ってます。4枚もいいんですけれども、これをね大きくつなげても絶対可愛いし、チューリップばっかりではなく他のモチーフを入れて、もう少し大きなタペストリーにしても可愛いかなって思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンをどうぞよろしくお願いいたします。